はい、どうも皆さんこんにちは。今日はね、こちらのね、前回紹介した BCM ネイビー181、スビアルピストルカスタムの、さらなるカスタマイズ動画を上げたいと思います。まあ、前回ね、こちらのライフルね、上げた時結構反響があったのでね、続編ということでやっていきたいと思います。まあ、軽くおさらいなんですけど、まあ、BCM のアッパーにコルトのロアで、ロアはネイビー181マーク18モッド1仕様ということですね。で、弾は空です。マガジン刺さってないし、ジャンバーも空。この銃は今安全な状態ですので、ご安心ください。で、マガジンがね、これも BCM コックに入っているんですね。じゃあ、紹介していきましょう。で、まずね、サイトつけます。サイト。サイトが、これがね、イオテックの実物のサイト。でね、今回はね、コルトガバメントもくっつけて、あとは、変な歯車。これと、これです。何すかね、これ。あと、このチャージングハンドル、BCM ガンファイターのボルターチャージングハンドルと、このなんか変な近所の山で拾ったショットシェルですね。と、あとこのジャンクの、マグプルスイベルも今回使おうかなと思います。あとは、こんなもんすかね。で、グロック26もね。いいレシーしてます。で、最後にこのクレヨンでね、サインをして、刻印をつけてね、終わろうかなと思います。やっていきましょう。まず、ホルサイトから開封していきますね。じゃちょっとカメラ置きます。わかりますか？説明書ですね。説明書が入ってますね。で、こちらと、これですね。これがイオテックの、なんだっけこれ、558グラフィックサイト、EXP3 ですね。うん。EXP3 のサイトです。あれ？電池ボックスが、ここで、これですね、電池ボックス、電池入ってますね、もうね。電池入ってるんで入れる必要ないですね。じゃあ、これつけていきます。つけます。はい。あれ？はい、つきました。つきました。見えますか？これですね。で、ついたら次は、このチャージングハンドルをつけていきます。え？これでいいかな。つきました。で、次にこれは、これ間違えました。いらないですね。これコッキングハンドルかな。この辺につけると、ほら MP5 みたいでかっこいい。ちょっとで、これがスリングスイベルは使いやすいのはここですね。で、コルトガバメントをアンダーバレルに取り付けます。で、これもね、ちゃんとね、空なんでね、ご安心ください。これも、アンダーバレルに取り付けます。で、予備のショットシェルを、どっか、ここに装填して、これ2本なんで、相談数2発っすね。うん、2たす1で3までですね。1発弾、2発しか入らないですね。うん。3発目はね、薬室に直接送り込む形にしたいと思います。で、マガジン、もう使えないですね、これ。なんでこんなん。で、歯車。これが、これはね、これ何に使うんだろうな。いるって書いてたんですよ。俺、ARF コムで、ブロック2カービンの組み方、よくスレッドで見てて、これいるかなってか、どっかでね、使うらしいんですよね。クローンコレクトらしいんですよ、これ。ここか。違うな。わかんないんで、ちょっと後で。じゃあ、刻印をね。刻印加工していきます、ちょっと。何色でもいいかな、ちょっと待って。ピンク、ここは、あえての、
赤やろ。わかるようにね。あのね、コルトガバメントみんな持ってるから、わかんないよね。なんか書いとかないと。ちょっと待ってくださいね。で、できた。はい。コルト M45A1USMC。M45 カスタムですね。M45A1 仕様のガバメントをアンダーバリルに取り付けます。で、漏れてくるんだよ、これ。いらねえ。はい、どうも、皆さんお待たせしました。第2回目は、このようにね、前回の、カスタム内容を施したものを紹介したいと思います。まあ、カスタム箇所が BCM チャージングハンドルと、このようにショットシェルを予備一つと、で、これ、ここに、ここにこうやって2発装填できます。2発装填して、これ予備の1個ですね。ここシュッと取ってパッとやるやつですね。で、これがチャージングハンドル、ラージタイプチャージングハンドルと、で、コルトのガバメント。これコルト USMC。で、イオテックの EXP3 ですね。で、裏面もお見せしますね。裏面が大体こんな感じでね。これが、ちょっと刻印見えなくなっちゃったんですけど、これ M45A1 つけてます。こんな感じで。なので、M4 の弾切れたらこれでバンバンってね、撃ちます。よいしょ。で、これが、これトリガークランクって言って、こうフルオートにして回すと連射できるっていう。フルオートみたいに。フルオートじゃないんですけど、こうやって、フルオートみたいに疑似フルオートできるっていう、あの、脱法フルオートアイテムですね。トリガークランクっていうアイテムです。まあ、今回はね、このような M4 カスタムが完成したので、じゃあちょっと実写したいと思います。